ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画になります。先日開催されましたイベント、メガホビーエキスポ2024。で、その中でも特に注目、話題だったフィギュアかと思います。メガハウスさんになりまして、ポートレート・オブ・パイレーツ・ワンピース、マス・マキシマム、白ひげ海賊団、一番隊隊長、不死鳥・マルコになります。よかったら見ていてください。はい。で、イベント自体、とても混んでまして、空いている時間を狙っては少しずつ撮ったものになりますので、あまり綺麗でもなければデータも少ししかないので結構短めになっていると思います。ご了承ください。で、POP の場合はデコマス展示あっても基本ムギストさんになると思いますので動画が NG なんですよね。ですのでこういったイベント展示っていうのは本当にありがたかったです。ただ、ワンチャン池袋のバンダイナムコクロスストアで展示される可能性もあるんですが、どうですかね。それにかけて今回は感想も軽めにしておきたいと思います。もしまた別の展示機会があって、たくさん撮りましたら、その時にしっかり投稿したいと思います。はい。で、今回のマルコなんですが、まだこれ予約も始まってなくて、わからないことだらけなんですよね。現状わかっていることだけ、サクサクお話ししていこうと思います。で、展示のプレートなんかもですね、わかるのはもう名前だけ。マス・マキシマムということで、能力発動系のマスシリーズでしたっけ。で、マキシマムはクロコダイルぶりになると思います。で、あとは、表記が2025年発売予定。価格も未定となってまして、これ、もともとジャンプカレンダーに載ってまして、名前は伏せられてたんですが、多分来年の7、8、10月発売のどれかっぽかったんですよね。でも今改めて見たら全部更新されてまして、もう完全に未定の表記に変わってました。で、あとはメガハウスさんの YouTube チャンネル、トピオの麦わらステーションの方で詳しくお話しされてたんですが、そこでわかることだと、原型はマスさん。で、彩色は安藤健二さんになるみたいです。クロコダイルの時と同じタッグになるみたいですね。で、造形も超すごいんですが、同じくメガハウスさんから出ているブリーチの千年決戦編のイチゴから、ヒントみたいなのを得ているようなお話でしたよね。でもこれ言っちゃいけなかったのかもしれないです。ただイチゴって支柱があるんですよね。ですので今回のマルコももしかしたら製品版には支柱がつくのかもしれないです。その辺はもう工場に投げてしまったそうですね。どうなりますでしょうか。トピオの麦わらステーション、本当面白いので、ぜひ見てみてください。で、彩色なんかも相変わらず本当に美しくて、もともとこのシリーズはパール塗装だったり、照り返しなんかがとても綺麗なんですが、マルコはさらにクリアパーツも多いので、いつものシリーズよりさらに美しく感じましたね。新作のマキシマムが、もうすでに何回も POP 化しているマルコっていうこともあって、どうしても賛否みたいなのはあるかと思いますけどね。でも POP の最上位ブランドマキシマムで登場っていうことは、もうなかなかこれ以上のマルコっていうのは、もう出ないと思いますので、やっぱりこれまでを持っていたとしてもこれは抑えた方がいいんじゃないかなと思いました。私も一応予約しようと思ってます。いくらくらいになりますかね。いや、値段もすごい恐ろしいですが、震えて待ちたいと思います。はい、では以上になります。今回はメガハウスさんでワンピース POP マキシマムマルコの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。